気象公園は、愛知県刈谷市場町一の一の一にある公園。公園分類は、総合公園。名称は、刈谷城の別名に由来する。天文2年には、水野忠正が、刈谷城を築城した。1913年、壁海軍刈谷町の士族会が、木造平屋建ての重友邸を建設した。1936年には、刈谷町役場が、 カリア上司を譲り受け、本丸と二の丸の一部を公園化した。1941年に太平洋戦争が開戦すると、本丸の高台が公社法人地として使用されて荒れ地となっていた。1971年春には、公費2000万円が投じられ、本丸跡にあたる高台一帯を、下遊式日本庭園として整備した。 1971年から1972年には、刈谷市名誉市民の石田泰造からの寄付により、老朽化が進行した銃と盲艇の改築が行われた。1971年9月6日に解体工事に着工し、鉄筋コンクリート作り3階建て、延べ床面積308平方メートルの施設に建て替えた。2010年代以降には、 スミアグラや石垣を復元する再整備計画がある。園内には、ソメイヨシノが約650本植えられ、桜の名所となっている。3月下旬から4月上旬には、桜祭りが開催され、5万人以上の花見客が訪れる。公園の周辺には、刈谷市郷土資料館、刈谷市立基城小学校、刈谷市城町図書館、 カリア市立カリア幼稚園などの公共施設もある。ありがとうございます。